はい、皆さんこんにちは、池新です。今日はね、久しぶり僕のホームマウンテン雲仙岳、ここを登ろうと思ってやってきました。で、今日はね、12月の18日なんですけど、土曜日ですね。で、僕はね、普段平日しか歩かないんですけど、今日珍しくね、土曜日ということでやってきました。っていうのもね、昨日からちょっと寒波がやってきて、九州もね、山が白くなってるという感じなので、今日はね、今シーズン1回目かな、まあ、冬山を歩きたいと思ってやってきたわけです。で、まあ、さっきも言った通りね、駐車場は仁田峠の駐車場、これね、積雪があると通行止めになって来れないんですけど、今日はね、まあ、寒いけど天気はいいと、こんなね、青空ですので、ここまで来れたんで、このね、仁田峠からスタートしていきたいと思います。はい、ちょっとね、風が少しあるぐらいですかね、天気は上々。じゃあね、今日も僕の山歩き、よろしかったらお付き合いください。じゃあ行ってみましょう。さあ、今から向かう普賢岳、見えますね。ちょっとね、ガスが山頂の方かかり気味かな。それでも天気は良くなりそうなんでね、この後いい山歩きができるんじゃないかなと思います。でね、雲仙ロープウェイも今ね止まってますけど、稼働はできてるみたいですね。さあ、天草の海がね、綺麗です。黄金色にね、光ってる感じ、めっちゃ綺麗。さあ、今日のね、登山ルートなんですけど、いつもはね、あのロープウェイの駅の方に向かって妙見尾根の方にね、登っていくんですけど、今日はこのね、普賢神社の方、こっちの鳥居の方から入っていきたいと思います。いつもね、下山で来るルートですね、こっちから今日は入っていきましょう。で、帰りはね、ひょっとしたら妙見尾の方行くかもしれないと、そういう感じになります。それじゃあ行きます。いや、しかしね、天気最高ですね。さあ、今日もね、気持ちよく歩けそうです。鼻水が出ますけどねほら、この手洗い場の水もね、カッチンコッチンですよ。割れない、叩いても割れない、めっちゃ凍っとる。よし、はい、ちょっと入ります。はい、普賢岳ね、今から目指します。ガスがね、取れて青空になってきましたね。寒かろうな。よし、行ってみよう。さあさあ、12月になってからね、なかなか動画紹介できていなかったんですけど、山にはね、全然行ってないわけじゃないんですよね。ちょっとね、動画にするような参考ができてないというような感じです。で、実はね、12月の8、9ですね、10日ほど前に九十に出かけたんですよね。で、僕ね、普段、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、ソロでばっかり、一人でばっかり山行くんですけど、その時はね、あの九州での登山系 YouTube やってる方数名集まって、一緒にね、九十に行こうということで出かけたんですよ。で、その時一緒に出かけたのは、九州山大学というチャンネルをやっている山ちゃん熊本の方ですね。で、同じく熊本でね、山と空撮かな、そういうチャンネルをやっている添太郎さん、あと福岡のね、糸島在住の、吉水浩二、登山と映像みたいな、ちょっとね、おしゃれな映像を撮る方、そのね、YouTube3 人、あともう一人ね、YouTube これからデビューしようかなという方、合わせてね、僕と合わせて5人で行ったんですよ。で、まあね、グループ登山なんで、うまくね、撮影なんかできるタイミングなさそうだなと、まあ、鼻から分かってはいたんですよね。まあ、案の定ね、あんまり撮れなくなかったんですけど、で、まあ、そういう状況なんで、僕としてはね、あの夜にみんなでね、泊まりで行ったので、テント泊で行ったんでですね、夜に北賢院温泉山荘の談話室、あそこでご飯食べてお酒飲みながら、みんなでね、九州の山の話 している様子をね、だらっとラジオっぽく 2,3 時間流そうかなと思って、撮影とかね、録音とかしてたわけですよ。ところがね、僕はちょっとやっちゃいましてねガンガン飲んでたんですよね。いつもとウイスキーね、バーボンウイスキー飲んでたんですけど、ちょっと飲みすぎてね、途中から記憶がないと、そういうざまです。でね、他の方にね、朝聞くとね、面白かったって言われるんですけど、後でね、自分で聞き返してみると、とてもじゃないけどね、
お聞かせできるような内容じゃなかったですね。でも後半ね、まあ、記憶もないわけですけど、自分で聞いてもね、何言ってるか分かんないような、分からないようなざまでしたからね、最悪です、はい。で、まあ、泊まりで行ったんですけどね、次の日、僕はね、酔いつぶれて朝7時ぐらいに目覚めたんですけど、他のね、残り4名の方は朝駆けでね、大仙山登られたみたいですね。で、見せてもらうとね、すごく朝綺麗でね、雲海が綺麗で、ご来光もあって、で、あの大仙山なんでね、三池っていう池がね、あるんですけど、そこもね、カチコチに凍ってたみたいで、最高だったということでした。まあ僕はね、テントの中でグーグーですよ。はい、なんでね、その日のね、映像を、登山の映像はね、他の YouTube の方のチャンネルで見ていただけるとね、後日公開されるんじゃないかなと思います。今日の時点ではね、まだアップされてなかったですね。はい、そんな感じでね、かなりその時は皆さんにね、迷惑かけたみたいで申し訳ないなと思います。で、またね、年が明けたら、あと場所を変えてね、あのお泊まりでみんなで出かけようぜっていう話はしてるんで、その時はね、酒を飲まずにシュラフで挑みたいと思います。はい、あ、でちなみにね、この前はあの福岡のみつこさんってね、女性の YouTube の方もご一緒する予定だったんですけど、ちょっとね、体調崩されたんで、そこはね、欠席ということで、次回はみつこさんも含めて行きたいと思います。はい、時刻は10時ジャストですね。あざみ谷へやってきました。これね、小鳥の水の庭があるんですけどね、まあ、ちっちゃい池があってね、水があるんですけど、これね、カチコチに凍ってるんで、野鳥はね、集まっていないみたいです。さあ、それじゃね、ゆっくりとしたルート登っていきます。さあ、普段はね、下山で使っているこの木漏れ日ルートなんですけどね、これ、登りで使ってもいいんですよ。で、特に、まあ、今日はね、雪がないんですけど、積雪しているとき、そんなときはね、このルートを登る方が快適でね、気持ちよく上がれるかなと思います。積雪のときにね、あの妙見の方を行くと結構ね、勾配がきつくって滑りやすいんでね、冬季はこっちを登ることが僕は多いですね。まあ今日はね、積雪ないんで向こうでも良かったんですけどね、ちょっと人が多かったんでこっちを選んでみました。めちゃめちゃいいですよ、この落葉した、ね、木の枝と青空のコントラストがいいじゃないですか。こういうの大好き。さあ、時刻が10時27分、もみじ茶屋ですね。で、ちょっと一息つきたいと思います。さあ、ちょっとね、残念なことが1個ありました。さっきまでね、頭にかけていたサングラス、あれをね、どこかで落としてきちゃったみたいですね。で、途中までね、戻ったんですけど、見つけられませんでした。残念、結構ね、新しいサングラスだったんで、めっちゃ残念です。でね、今日はこの後、普賢岳登って、帰りにね、あっちの妙見の方、あっちを回って帰ろうかなと思ってたんですけど、まあ、そのね、サングラス捜索をしたいので、帰りもね、来た道をそのまんま、ピストンで戻っていくことになりそうです。本当はね、向こうの尾根を見てね、歩いて、霧氷とかね、見たかったんですけどね、ちょっと残念です。仕方がないね。はい、ということでね、まあ、ぐつぐつ言っても始まらないんで、普賢岳行きたいと思います。で、いつもはね、新登山道っていう風穴とかがある方から行くんだけど、今日はこっちのね、直通ルートで行きたいと思います。距離は400メートルになってるんですけどね、
どんくらいかな、30分ぐらいで行けるかなと思います。じゃあ気をつけて登っていきましょう。サングラス残念、めっちゃショック。さあ頑張って歩こうかな。さあもみじ茶屋から普賢岳のこの直通ルートね、あんまりね面白みがないんで普段登りには使わないんですけどね、まあ、最短で登るコースとしてはこっちの方が早いですね。30分ぐらいで行けます。でまあ僕としてはねどちらかというと山は周回で回るのが好きなので、普段はね新登山道から入って向こうはね一方通行っていうのもあるんで、下りはこちらに下ってくることが多いわけですね。まあねちょっとだけきつい登りですけどね、30分ぐらいです。さあ山頂に近づくにつれてね少しずつ足元に白いものが残ってますけど、まあ、積雪という感じではないですね。まあ、こんな感じなんでねチェーンスパイクもつけずに済んでいますね。霧氷がねお日様当たって溶けています。おいいですね、この青空とね氷をまとった木々が最高、めっちゃ綺麗。これ見たかったんだよね。これでね満足、最高。さあ普賢岳山頂ね、ほんと真ん中、この岩が見えてるのがそうですね。さあ登っていきましょう。いや天気いいな、最高。おお見事。まあ雲がね少しありますけどいいじゃないですか、最高ですね。あれがね正面が国見岳ですね。おなかなかの最高の風景、来てよかった。さあそれじゃあね最後山頂に向かって登りましょう。もうほんのねあと1分2分ですね。よいしょ。山頂ねやっぱ人が結構多いみたいです。うまくね喋れないかもしれない。しかし青空あるしさ、霧氷ついてるし素晴らしいじゃないですか。はい、時刻が11時27分普賢岳山頂やってきました、ね。はい、久しぶりにね普賢岳です。やってきました。平成新山もねいいと思います。ちょっとね湯気が出ていますね。で見渡すと天草の方もねガンガンこう輝いていて最高。やっぱりね今日は人が多いんで山頂はねこんな感じ、にぎやかです。にぎやかですね、口が回らない。ちょうどねお昼時なんでねいい感じでみんな休憩されています。しかしほらこの国見岳方面ね、遠くには海、立花湾も見えるし、国見岳のね裏がちょうど諫早方面なんですけどね、この右は有明海、そういう感じですね。九十の方は雲がかかっていてね今日は見えないですね。いやー冬、いかにもね冬っていう感じで今日はいい山歩きができました。さあ時刻がね11時37分、ちょっと山頂で休憩したんで下山したいと思います。でお昼ご飯ね食べようとも思ってるんですけど、その前にね途中で紛失したサングラスを救出したいので北道をね戻りたいと思います。さあ見つかるかな、ちょっとね半ば諦めてますけどね。しかし今日はいいじゃないですか、天気も良くてね最高。さあ時刻が11時55分ですね。下りは早いもんですよ。でこの先がね、まあ、北道を戻るんですけど、サングラス紛失ポイントですから
ちょっとねペースを落としてゆっくり足元を観察しながら行きたいと思います。本当はね国見岳妙見の尾根の方に行きたかったんですけどね、まあ、今日は仕方ないなと思います。お願いですからサングラス見つかってくださいマジお願いします、まあ、そんなに高価なもんじゃないんですけどね、ちょっと結構気に入ったんで大事にしたいなと思っていた矢先の出来事でした見つかってほら霜柱がねありますよ。サク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 してますね。いやサングラスをね見つけながらゆっくり歩いてるんですけど見つからないですね。うわめっちゃ残念、悔しい。多分ねあるとしたらこのエリアだと思ってたんで、すごく残念だな。また同じのを買うかな、ね、こうやってサングラスってねすぐなくすんでね、あんまり高価なものは買わないんですけどね、またポチッとしたいと思います。2個ぐらいしとくかな。はい、そんな形でねサングラスはさよならです残念です。しかしね今日の山歩きとしては最高、気持ちよかったですよ。来てよかったよかった、ね、サングラスなくしたのは残念だけど山は最高。さあ今日の撮影なんですけど、今ね手持ちでカメラ持っているのはソニーの ZV-E10、 これをね手持ちしています。でレンズはねソニーの1018っていう広角のやつで、やってます。で普段はね今胸元につけてますけど、この GoPro 僕のはねヒーロー9っていうのをずっと使ってたんですけど、こいつがねもう全然使い物にならないですね。で電源入れてね録画してもすぐにね10秒ぐらいでピーってカードエラーするので全然ね使い物にならないです。ということで本気でねもうこの GoPro は決別しようかなと今思ってるところですね。はい、このね今使ってる ZV-E10、 これが今後メインにひょっとしたらなっていくかもしれません。はい、まあ、撮影のね機材の話でしたと言いながら、途中ね振り返ってこうサングラスのレンズがさ、僕は今日青いレンズのやつを使ってたんでキラッと光ったりしないかなとか、まだねしつこく諦めきれずに探してるんですけど、やっぱりないんだよな。仕方がないか、仕方ないかっていうのをもう何回言っただろうっていう感じですけどね、諦めが悪いですこのおじさんはい、じゃあねもうサングラスは出てこなかったんで仕方ないんでね、このもみじ茶屋でお昼ご飯にしたいと思います。時間もねちょうど12時37分、お昼時なんでいいかなと思います。で今日はね久しぶりに袋麺のラーメン、塩ラーメンを作りたいと思います。今日はね棒ラーメンではありません、これです。で近頃ねネットなんかでよく目にするんですけど、これにねコンビニで売ってるカップ味噌汁のアサリ、あれをねミックスするとめっちゃ美味しいっていうことなんですよ。で持ってきました。これね僕はセブンイレブンで買ったアサリ味噌汁、本当はねカップに入ってるんですけど、カップは邪魔だったんで中身だけ持ってきたという感じです。なんでね今日は札幌一番塩ラーメンプラスアサリ味噌汁、これでいきたいと思います。多分うまいはずです。で今日はね浅めのフライパンで作りますけど、バーナーはねトランギアのアルコールストーブ、これでやります。でガオバブっていうメーカーのね五徳軒風防、これねアルコールストーブ入れて横からね火がね消せたりもするんですごく便利です。なんでこれで、ね、やっていきたいと思います。じゃあ作ってみましょう。多分ねめっちゃうまいと思いますよ。もういやでも今日誰がお腹減ってるのによだれが出てきます。じゃあ始めていきます。さあまだね完全にブクブクはしてないけど、ちょっと短期なんで入れたいと思います。麺投入、はい、麺投入、これねフライパンでっかいからそのまま入ります。ね、札幌一番塩ラーメンこれうまいですもんね。なかなかグツグツせんねちょっと早すぎたかな。こういう時にね
短期が話題しますよね。いや朝ね登る時も行ったんですけどね、この前のあの YouTube 九州の仲間と行ったね北見温泉山荘、僕ね本当ねやりすぎたなと反省してるんですよ。あの時はねいつも飲んでるウイスキーのあのジンビームのポケットボトル、あれを2本と日本酒鬼殺しちょっと紙パックのやつ、あれを飲んだんですけどね、もう途中から完全に記憶ないです。はい、でね次もまたね別のところに集まろうとは言ってるんですけどね、僕もちゃんと声かけてもらえるといいんですけどね、あいつ酒癖や弱悪いから呼ぶのやめようぜなんてねならなきゃいいなと思ってます。次はお酒抜きで行きますので誘ってください、よろしくお願いします。いやーぐでんぐでんやったもんね。で他の方のね YouTube 見てくださいね、多分大仙さんの朝かけしたね絶景の様子が見ていただけると思います。はい、僕はこの前のは動画には出せません。さあちょっと早いけどねもう先にねスープの素も入れておきましょう。水がね少し少ないんで少しだけスープ少なめに入れておきましょう。少し残った感じ、札幌一番塩ラーメン、もうちょっとブクブクしてアサリを入れますよ。もう先に入れとこうかアサリね。じゃあ具の袋アサリ入れます。5個入ってます。はい、アサリ投入です。アサリ投入美味しいかな。もうすでにねアサリの香りがしますね、しますします。じゃあここにね初めての挑戦味噌もね入れてみましょう。塩ラーメンに味噌投入、塩味噌ラーメンですね。よし入りました。よしできた感じですね。最後仕上げにね、仕上げに危なかったこぼすところやったこの煎りごま、これで仕上げましょう。おお、このねごまの香りもいいですもんね。はい、というわけで札幌一番塩ラーメンプラスアサリ味噌汁できました。火を消します。はい、それじゃあねできましたよ、札幌一番塩ラーメンプラスアサリ、これいい香りしてますじゃあいただきます。まずね麺から、普通に麺から、塩ラーメンにね味噌どうかなと思ったけどいいね。でアサリのね香りがしっかりとスープにしていてねめっちゃうまいです。簡単だしね、おすすめ、うん、難点としてはアサリの貝殻がゴミになるとこんなところかな。ちゃんと持って帰りますよ。うまいうまい、温まるしね、いいや。うん、アサリの身も入ってますから、うん、ちっちゃいけどね。いやこれね思った以上にうまいね、120点。まあおじさんがラーメンをすするシーンなんてね見ても面白くもなんでもないやだけど美味しいです。最高。あー汁まで完食、ごちそうさまでした。じゃあ鼻水が出てきた。いやマジねめっちゃ美味しかったです。このね札幌一番塩ラーメンプラスコンビニのカップ味噌汁アサリ、これはねありです。はい、でね使ったクッカーなんですけど、最近ね僕のお気に入りこの青いシート、
これね、ホームセンターとか あの日曜大工とかさ、自動車整備のところにこうキッチンペーパーのね、こういう青いのがあるんですよ。でこれがね、結構分厚くて吸水もいいし、なんなら汚れたらね、軽く洗って汚れ落として繰り返し使えるみたいな、そんな感じですね。まあこういうね、キッチンペーパー風なんで使い捨てなんですけど、いざとなったら洗っても使えるということでね、こういうクッカーをほら、もうスーッと拭いたでしょ。クッカーを拭き取って、あとキャンプテント泊の時に、あのキャンプのテントの結露を拭いたりね、そういうのにも使ってます、ね、これね、めっちゃいいです。で、ね、こんくらいのロールなんですけどね、それで300円ぐらいで売ってて、この四角いのがね、多分40枚ぐらいの区切りになってるんじゃないかなと思います。なんでホームセンターでね、あの自動車整備とか工具とかが置いているところに多分あると思いますので、皆さんよかったら使ってみてください。かなり便利、強いからね、破れないです。濡れてもね、濡れても破れないんです。厚で吸水バッチリ。美味しかった。ごちそうさまでした。じゃあ片付けて下山したいと思います。はい、それじゃあね、もみじ茶屋、ここでゆっくり休憩してね、あったかいもの食べたんで、最後ね、三田峠スタートしたところまで戻っていきたいと思います。ここからね、15分ぐらいで三田峠の駐車場には戻れるかと思います。いや、それにしてもね、塩ラーメンプラスアルファあさり味噌汁、うまかった。皆さんね、ぜひ真似してみてください。もうね、最後に混ぜるだけですから、何も難しいことはありませんよ。いや、アサリのね、お出汁がちゃんと効いて美味しいです。最高に美味しかった。ちょっと癖になりそうな気がしますね。よいしょ。さあ、じゃあね、残り15分ぐらい気を抜かずに下っていきましょう。眼下にはね、天草の海が見えます。綺麗ですね。さあ、それじゃあもうすぐ仁田峠帰っていきましょう。今日もね、本当一日いい山歩きができました。くどいですけどね、サングラスをなくしたのだけはショックですけどね。仕方がないか。何度も言うね、仕方がないけどって。諦めきれん。はい、時刻が13時27分、入山した三田峠のね、普賢岳神社の鳥居のところまでやってきました。さあ、今日もね、無事に帰ってきました。はい、ありがとうございました。今年も1年楽しませていただきました。ありがとうございます。さあ、やっぱりお昼を過ぎて少しまた雲が広がってきましたね。さあ、今日ね、午前中に歩いて正解だったと思います。はい、というわけでね、13時30分仁田峠駐車場に戻ってきました。やっぱりね、お昼を過ぎて少し雲が広がってきましたね。どんよりとした感じです。さあ、いかがだったでしょう。今日はね、僕の地元長崎県の名峰ですね、僕がね、いつもホームマウンテンと言っている雲仙普賢岳、ここを歩いてみました。で、今日はね、本当は帰りに三重県の方も行く予定がね、ちょっと落とし物の関係で行けませんでした。浅見谷コースでね、ピストンで戻ってきましたけど、いかがだったでしょう。少しでもね、僕と一緒にこの雲仙を歩いた気分になっていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけでね、今日の動画はこれでおしまいにしようかなと思います。で、ちょっとね、最近動画お休み気味ですが、これからもね、こういった感じで、九州の登山、特にね、日帰りで行けるような身近な山、この様子をね、こののんびりおじさんのペースでお伝えしていきたいと思いますので、よろしかったらね、チャンネル登録なんかしていただけると嬉しいなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。今日はここまでです。さよなら。ね、やっぱ行ってよかった。最高。